はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは梅干し絶滅というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、こちらというわけで、2枠目限定忍さん、こすります。もうこれで動画6本目ぐらいかな、お世話になったんですけども、幻突しました。はい。30プラスになったことにより攻撃力が2872と化しました。こうなればもうこの忍さん止めるやつおらんやろ。ほんで2枠目じゃなくて3枠目のこの方も幻突30になっております。ピカー。そんでもってラスアーク独特前髪なんですけども、1枠目誰にしようか迷ったんですよ。とにかく吸収キャラクターが欲しいんですけども、今銀子が出てきたことによって、黄色の限定セナを1枠目で使えないんですよ。だからどうしようかなって考えた結果、ヒコさんにします。はい、本邦初公開かな、ヒコさんを決闘で使うっていうやっていくさあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけでまさかのナギカル、これはちょっとやばいぞ。この対面は非常にまずい。しかもこっちの初期 HP119万っていうカス HP を誇っているんですけども、大丈夫でしょうかっていうお話。あ、割るか。ここ割られたらきついんじゃないのか。めちゃめちゃダメージ入るんじゃないのか。おい、これ大丈夫か。めちゃめちゃやばそうなんですけども、まあ一応高校取っているんで上からバフ26万、きっしょいの入った。もう僕の HP が100万切ってんねんけど、意味がわからん。意味がわからないよ。助けてくれ、忍先生。忍先生、あなたのことを僕は待っていた。この方がいれば10万力、100万力、1000万力っていうのを、まあ、ぜひとも見していこうかなと思うんですけども、まあ上書きはされないというムーブ。お波発動して定番の、ガードなんですけども、着地がゴミ終わってゴミなんですが、うまいこと言っていない。まあレジェンドブチ発動していきまして、必殺3つ割りというわけで、まあ一応ガード積んでるんでなんとか耐久値はなってほしいなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、はいと、まあ全然ダメージ入んないからの毒ダメージが19万と、バフ回答と積まれたからかな、なかなかしゃあないんですけども、そんでここでもバフ回積まれるというムーブ。そうですね。まあ、忍さんで、全割りできひんかったん、かなり痛かったね。今のムーブはなかなか、左右するんじゃないかなと今後僕は思うんですけども、まゆり様4つ割り決まったんはかなり激アツですね。ぶち割っていきまして、ダメージ以下ほどなんですが、ここ弱点属性なんか激ヤバなんですけども、いい毒ダメ入っている。ただしかしもう最初の時点で26万削られてるからな。そのアドはさすがにあるんじゃないかなと思うんですけども、ここ、はー、なるほど、3つ割りっていうムーブかな。まあ、一応属性相性を取って、てるもののちょっと厳しいもんがあるのではないかなと僕はそう思うんですが、魔法帝になっていきまして、ぶち割りムーブなんですが、レジェンドもう一発発動できますね。これかなり激アツなんですけども、さすがに最初のアド稼がれたんが痛すぎるな。これはちょっと厳しいもんがあるんとちゃうか？ダメージ以下ほどというわけで、毒でどんだけまくれるかやな。
以下ほどなんですけども、まあ必殺でも結構ダメージ与えることできたんですが、いや毒でなんとかなりませんかこれ。どうこれ。あー、まあ今日はこんな感じで頑張っていくんですけども、1枠目変えまして限定セナにしました。はい、やはりこっちの方が圧倒的に、あれじゃないかなと思ったんですけども、ここに関してはまあミスター発動からの1つなげで、お父ちゃん発動していくムーブと、ここジョディで、まあ、安定を求めたいんですが、ジョディは3枠目で使ってしまっているんで、なのでここ吸収というムーブを取ったんですけど、まずは銀庫じゃないことに感謝、すべての食材に感謝していただきますなんですけども、相手さんのバフ吸収していただきまして、そんでもってここ弱点取ってんのはかなりでかいですね。でここガード詰めるんですが、これは全割決まりますね。素晴らしい。ここの4つ割、これも必須条件なんで。ただしかし、先生に上から殴られるんで、これバフ回がぶっ刺さっていくんですよね。2つバフ回されました。いやちょっと厳しいな。ここの2つバフ回はかなり、厳しいもんがあるんじゃないかなと思うんですが、4つ割り、まあダメージ以下ほどというわけで、先生は言うてダメージそんな入んないやろと思う。オッケーオッケーオッケー、全然入んない。そんでもって忍さんの毒がボンボンボンと23万と、やはりちょっとバフ回されたから結構削られてしまいましたね。まあしゃーないんですけども、まあバフ回積んでぶち割りムーブ、クソやないかこの盤面。どないなっとんねんこの盤面は。まあしゃーないんですがが、そんでもって相手さん竜王ルフィと、まあこれ今回こっちが先行取っていることによって、マユリ様の、必殺技バフ積むんですよ。必殺ダメ、これ吸収されないっていう優秀さあんねんけど、攻撃バフ2つ解除、きっついねー。それはこのパーティーにとっちゃきついぞ。マユリ様15割だけなんで、うわーこれは。ただしかし、毒のいいところは付与したキャラクターの攻撃力が参照されるんですよ。だから忍さんの攻撃力が、毒参照されておりますんで、忍さんに関しては。だからマユリ様でいくらバフ回されても忍さんの毒は威力が落ちない、そこ優秀な点じゃないかなと思うんですが、相手さん149の幻突30なんがちょっと怖いねんで、こちら側が205というわけで、まあ有利属性は取っているんですけども、6つ割という状況。なかなかバフ回されましたからね今回。そんでもってボルトからの 29% ガードと、まあ弱点属性取ってるんで、あー着地噛み取るわー。全割ですよねそりゃ、5個割。いやどうやろ、 29% ガード張ってるけども、いやこれやったら毒でまくるな、これやったら毒でまくります。 100% 毒でまくると思うんですが、オッケー。やっぱ1枠目ダブルタップの銀庫にしますわ。なんでさっきから銀庫積んでなかったかというと、2枠目で耐久値がないんですよ。まあ、1枠目で吸収して、2枠目でガードを積むっていう、まあ、ムーブが度安定なんですけども、まあ、そうした場合、ちょっとね、火力があんまりなので、もう全振りしました、火力に。もう耐久なんか知らんという、パーティーになったんで、まあぜひともその辺はね、耐久さんにはちょっと頑張っていただきたいなぁと、思うだけというわけでね、やっていくんですけども、
音柱 vs 虫柱対面となかなか怖いんですけども、ここの爆弾、いやー割られるかなー、青割ってくれへん、そこの青割ってくれたらかなり激アツなんで、あー割るわー、ここの必殺割りはきついぞ。まあここでダメージえぐいぐらい入るっていうのもそうなんですけども、マユリ様弱点属性なんですよね。爆弾は属性が関係しているんで、マユリ様にガン刺さっていくんですよ。これ怖すぎる、かなりやばい状況だと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、まあバフ回は2つぶっ刺さっていくんでいいんですけども、ここでもダメージめっちゃ入るからな、忍さんでガード詰まないので、うわですよねー、やっぱ1枠目で吸収等々いろいろCヒン買ったら2枠目でめっちゃダメージ入るな。ただしかし相手さんここでなんかよくわからんけどもバフ回2つ積んでくるというムーブで、リクツラさん一つ割りと。なるほど。これは僕がここでどんだけ割れるかによって今後が決まると思うんですが、全割りしてほしいな。無理やな。まあ、無理ですね。まあ、こうなったらしゃあないんですけども、いやー、爆弾、怖すぎるな。いやでもさすがに削らんでしょう、爆弾そんなに。47、危なさあラス枠、ラス枠弱点か。これマユリ様で全割りできなかったん響いてきそうなんですけども、いかほどでしょうかというお話で、4つ割り、ここの4つ割り非常にまずいと思うんですが大丈夫でしょうか。ここに関しては、ここで一旦割りましょうか。相手さん、ガード貫通なんで、ガードを積む意味がないので、一旦ここで割って、レジェンド発動します。はい。レジェ発して、ぶち割りムーブ決めていきまして、バフっていうムーブなんですが、相手さん318の必殺ダメカスやな。こちら側386となっております。毒全振り5個割り、いやー無理っぽいさすがに無理っぽいな、ここ弱点やからな。いやでも毒でまくれるか、ついよー毒強、意外と毒ダメ入ってびっくりしたな。さあよろしくお願いしますというわけで、ま、234有利取れているとなかなかいいんじゃないかなと思うんですが、セフィリアアークスさん等々ガード貫通等々いらしてるんで、まあこれは耐久パーティーですかね。バフ回のムーブ取られそうなんですけども、まあ割っていきましたで、でもっとまあぶち割りムーブ、まあ1枠目は安定かな。そんで相手さん2枠目和樹子さんなんですけど、まあバフ回2つ積んでいると、まあ必殺ダメはこっちには関係ないんで攻撃バフ1つそがれたと。まあこれ結構影響するんですよね、毒に1つだけでも解除されれば。んでこちら側はバフ回2つともぶっ刺さっていくんでいいんじゃないかなと。まあ有利取れてるんで属性でなんとか言ってほしいとしか言えない。まあセフィリアアークスさんもカズキコさんもそんなん関係なくまくる力はあるんですけども、まあ毒なんでさすがに状態以上には抗えないと思うけどな。結構強いし、やっぱり忍さんの毒いかほどというわけで30万、
バフ回一つやられて30万ですわ。さすがの毒ですね。ほんでもってここバフ回2つ。しかも攻撃バフ回2つと。いや、毒パを嫌っているかのごとくのムーブやな。22万回復と。いや、これはなかなかきつい。しかもなんかちょっとしたデバフも積まれたというわけで。いやー、このデバフ確か 10% やったかな。 10% でも効くんですよね、このパーティーには。なかなか、そうですね、着地かみっているんで素晴らしい。いい。まあここ3つ割りできたんでいいんじゃないかなと。まあセフィリアアークスさん、吸収じゃなくて解除なんで、これがうまいこと、まあ、あるんじゃないかなと。うおほほほ。めちゃめちゃ毒効いている。まあ、いくら3枠目で、攻撃バフ、まあ、積まれたとしても解除。忍さんの毒ダメージは安定して30万入っている。これが毒の強みなんですよね。バフ回が効かないっていう。もう付与しちまえばもうそれで死めーよっていう状況なんで、これはかなり、相手さんのパーティーと相性がいいんじゃないかなと思うんですが、まあぶち割っていきまして、まあ全割はできないんですが、相手さんバフは252の必殺ダメクソ積んでいる。こちら側は319というわけで、これの4つ割と、まあダメージ以下ほどなんですが、弱体化忍さんで詰めてるんで必殺ダメは全然やったんですけども、まあでもこんだけアドバンテージあるし、毒ダメがこっからボンボンボンと。さあというわけでラスト1回やっていこうかなと思うんですけども、いや限定忍さんお世話になりましたわ。もっとね、今後伸びしろ僕あると思うんですよ。これが忍さんの天井じゃないと思う。今後ね、またさらに強い毒キャラクターがもうどん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 出てくると思うんで、また忍さん使う機会はいくらでもあるんじゃないかなと思いますね。まあ前僕は、オロチマル、まあ初期限定毒の、まあ、オロチマルがなんか使えるんじゃないかとか言って僕レベル上げたんですけども、まあ、なんだかんだ、この、マユリ様の方が強いっていうね、結論に至ったんですけども、まあ、その後、まあ、どうせ、この、忍さんの色違い登場するんじゃないかなって、今、赤、緑って、来てるんで、次また青とか黄色とかで、どうせ毒キャラ登場するんで、まあ、そうなった時に、そのキャラに弾全ぶっぱしようかなって僕は、思っている。まあ、それまでちょっと、まあ、オロチマルさんには友情技等々で、まあ、ご活躍してほしいなって僕はそう思っているんですけども、まあ、相手さん解除パとなるほど、まあ、安定ですわな。で、セフィリアアークスさんは必殺ダメアップ解除。なので、ここうまいこと合致している。まあ、積んでないんで、こちら側いいんじゃないかなと思うんですが、ダメージがやばい。なかなか入るね。ただ、こっちの毒ダメも入る。29万と。いいのがやっぱり入りますね。そんでもって、相手さん、4周年アスタと。これ、全割してくれへんかな？しないね。ここのね、つながりがね、あんまりよろしゅうないんですよね。そんで攻撃バフ2つ解除、ド定番ですわ。なんでそんな害悪みたいなことをやっとんのか、相手さんには問いただしたいんですけども。そんで相手さん、疑似ロジャーやんけ。これは疑似ロジャー決まんな。ラス枠切る日やろ。きっつ。1個温存されていきました。あれを上書きする自信はなはだないので、まあこれは毒で頑張ってほしいなと思うほかないんですが、アドバンテージ10万ぐらいか。これはちょっと厳しいな。このアド10万はさすがに厳しいぞ。
もうちょっと稼いでおきたかったんですけども、まあしゃあないというわけで、レジェンド発動していきまして、相手さんバフは222ゾロ目幻突28、なんか怖いんですけども、必殺ダメカス、こちら側319の必殺ダメ32だけプラス 35% なので、まあ340ぐらいかなの5つ割と、なっております。地味にこっちも疑似ロジャー、成功できたんですけども、ラス枠弱点なんが怖すぎる。しかも17万回復とガードやろ。一応こっちもガード積んでるけど、キルヒエはそんなん関係なく殴ってくるからな。5つ割、お互いともに5つ割。ただこっちには毒という強い味方がいるんで、いや毒でまくってくれるでしょこれは。いかほどでしょうかというわけで、強すぎる。